タ夫会館流星派は、稼働の流派の一つ。現家元は、四代目となる、吉村花す。タ夫会館明治19年に、初代家元、吉村花芸が創立した。法人組織として、一般社団法人流星稼働会を中核に置き、各地での活動は全国に54人、渋谷の支部と11の東京近隣の地区組織が、中心となって行っている。 その流派の名前は、初代家元の花芸の出身地が愛知県岡崎城で、その岡崎城の別名が流家城だったことにちなむ。岡崎にて池の坊を学んだ吉村花芸は東京に出て頭角を表すが、当時の池の坊の池花を出生重視すぎると否定し、池の坊を離れ、自己の流派を創流した。当時は池の坊達夫派を名乗る。流祖。 吉村花芸は、立花、聖花の実を、流派の花として活動したが、二代目、吉村花級の第二瓶花いけ花として自由花を取り入れ、表現のジャンルを広げた。伝統に基づく、型の中で表現する古典化、聖花と作者の思いを、型を離れて表現することのできる自由花の両方のジャンルにて活動していることが、一つの特徴といえる。自由花も、 いわゆるテーブルサイズの生け花だけでなく、建築物とのコラボレーションなど、インスタレーション的な展開も行っている。三代目家元、吉村花仙の代に、一枝、一茎の植物が持っている個性を捉えて生かしていく、という考えを、植物の顔と名付けて、積極的に提唱。その考え方は、辰夫派の生け花の根底を成すものとして、現在も引き継がれている。 ありがとうございます。